団子にするとこうなるわけ。ね、これがほら、ペタペタってこうやると、ピシャッと力の入れ替えで、形が綺麗なわけ。はい、こっち回してあげて。ね、それで、富田先生、それでこうやって。かっこいいね。これ戻して、こうやってね。ね、そしてこれを太い方を下から抜いて、でここのところを力入れすぎるとクイちゃんこうなるからこれぐらいね。どうぞ先生できた、あそこまでね、ちょっと見ててあげて。大丈夫、上手だね。大丈夫、今日一日でできなくていいから。